ユッカコスキネンは、フィンランドのヘビメタルミュージシャン、ウィンターさん、ケインズ・オファリングのゲンベーシスト。2000年から2012年までは、ノーサー。2010年から2013年までは、アンベリアン・ドーンでも活動していた。2021年5月28日ナイトウィッシュのベーシストとして、バンドへの加入が発表された。フィンランドのシトヘルシンキ生まれ、リーヒーマキ出身。 地元のゴシックメタルバンドメディバルアートでベーシストとして活動を始めている。その後2000年にレクイエムに加入。同バンドはその後ノーサーにバンド名を変更しデビューを果たした。ノーサーは2012年に解散しているがユッカは解散時点までベーシストを務めた。また2008年頃からバックボーカルも兼任した。 ノーサー活動中の2005年に元エンシフェルムのフロントマン、ヤリマーエンパーの立ち上げたバンドであるウィンターさんに加入した。ちなみに、ノーサーのボーカリスト兼ギタリストのペトリリンドロスは、ヤリの後任としてエンシフェルムにサポートメンバーを経て、正式に加入している。ウィンターさん加入後は様々な問題でアルバムがリリースされなかったが、2012年にセカンドアルバム、 タイムアイがリリースされている。2009年には、ティモコティペルト、ヤニ・リーマ対面、ミッコ・ハルキンらと共に、パワーメタルバンド、ケインズ・オファリングを結成。同バンドは、同年中にファーストアルバム、ギャザー・ザ・フェイスフルをリリースしデビューしている。しかしながら、ケインズ・オファリング自体、その後目立った活動は行われていない。2010年には、ネオクラシカルメタルバンド、 アンベリアンドーにも加入したが、アルバム2枚に参加した後の2013年に、ウィンターさんの活動に集中するために脱退した。ありがとうございます。